大浦天主堂と旧長崎大司教官と旧ラテ天神学校旧長崎大司教官は長崎県長崎市南三でにある県文化財に指定される歴史的建造物。カトリック、長崎司教区の司教官としてパリ外国宣教会宣教師マルクマリードロと鉄川義ヨの共同設計、鉄川義ヨの施行により1915年に竣工した。 当時の死教座聖堂であった大浦天主堂に隣接して建てられ、1962年に死教座聖堂が浦上教会に移された後も、1989年に現在の大司教館が浦上教会の近くに新築されるまでの間、大司教館として使用されていた。日本のカトリック教会の広塚教区の司教館の中で唯一ほぼ完全な形で現存する戦前の 以降である。その歴史的かつ建築史的価値の高さと希少性から2011年3月に県の文化財に指定された。2007年にユネスコの世界遺産暫定リストへ掲載が決まった長崎の教会群とキリスト教関連遺産の中では大村天主堂と関連施設として構成資産の一つにもなっている。1998年4月。 カトリック長崎大使教区が運営する長崎コレジオとして司祭を目指す新学生の養成施設となる。2013年4月には福岡に移転。名称も福岡コレジオとなった。長崎県の文化財旧長崎大使教館、長崎県学芸文化化長崎の教会群とキリスト教関連遺産について文化庁、 https://www. 文化 .go.jp:/sei-sa-k-u-slash-b-u-n-k-e-s-h-i-n-g-i-k-a-i -i-s-a-n-b-u-k-a-i s e k i t o k u b e t s u スラッシュ203 pdf 都市長崎遺んプド箱用途休別301記事次第 pdf 資料424 pdf 2021年4月13日閲覧世界遺産暫定一覧表記再資産準備状況報告書文化庁 h t t p w w w 文化 .go.jp:/sei sa ku /bun ka s h i n g i k a i /isan b u k a i /se k i t o k u b e t su /301 記事次第、pdf 治療 44pdf 2021年4月13日閲覧 委員長挨拶。福岡コレジオ。http コロンスラッシュスラッシュ www.fukoka-colegio.com スラッシュ menu2.php2a21 年4月13日閲覧。ありがとうございます。